石川かれんです。はい、本日はですね、最近している毎日メイクをご紹介したいと思います。最近してると言っても、もう夏が終わりかけに近づいてるじゃないですか。と言ってもまだ暑いんですけど、もうすぐ夏が終わるということで、ちょっと秋を先取りしたオレンジブラウンを取り入れたメイクをしていきたいと思います。今日はですね、ベースメイクは普段と変わらないので、ファンデーションとコンシーラーとお粉と眉毛まで仕上げています。その後の私がよくこだわってるって言ってるハイライトとかシェーディングとか、その他のアイメイクとか残りのメイクをやっていこうと思います。はい、じゃあ安定のこちらのコツゴツポーチを使っていきます。私あんまり変わんないんですよね、メイクポーチ。アイメイクからやっていきますね。こちらセザンヌのベージュトーンアイシャドウ01番ナッツベージュ。私なんか最近気づいたんですけど、メイクポーチの中身がセザンヌが8割を占めていることに気がつきました。プチプラ万歳ですね。じゃあまずアイシャドウからやっていきます。まず適当なブラシ、この色、皆さんから見たら右上、あれ左上、あれわかんなくなっちゃった。右上か右上のこの色を取ってアイホールに広げていきます。最近目が大きくなるメイクってどうやったらいいんだろうって考えて、目じゃないところも目だと思ってしまえば目になるって思ったので、とことん広く塗っていきます。こういう薄い色だと広げてもあんまりキャパくならないので、最初にこういう明るい薄い色をのせるときに、ここまでが目なんだよって信じ込ませます。このアイシャドウが結構細かいパールが入ってて明るめの色なので、ちょっと目頭側にもこう出してあげると、ハイライトを仕込んでるような発光した感じが出るので、目が自然とキュッとやって見えるかなと思います。やっと夏が終わると思うと嬉しいようで切ない。皆さんどういう瞬間に夏が終わったなって思いますか？私はセミの声がしなくなったら。で、涙袋にも乗せていきます。こんな感じ。涙袋はもしかしたらこの付属のチップで乗せてあげた方がしっかり乗るかもしれないです。このアイシャドウ結構発色いいので、チップでやってあげるとその発色がより生きていいかもしれない。あ、今忘れたことに気づきました。アイシャドウベースを普段は塗ってるんですけど、今日はちょっと忘れてしまいました。メイクの持ちが変わるくらいなんで、見た目にそんなに支障はないです。しっかり塗れたら、次にこの下の色、左下のカラーをのせていきます。これはまた別のブラシで取って、この小指1本分くらい、二重幅くらいですね。この時に私は離れ目なので、目頭に置いてちょっと上にやってから二重幅にのせるみたいな。このくぼみあるじゃないですか、目のこのくぼんでるところにちょっと沿わせてから二重幅にやると、目が自然と近くなって見えるような気がしてやってます。二重は二重でもさ、幅広二重の人もいればさ、私みたいに幅の狭い二重の人もいるしさ、だからやっぱり自分に似合うものを見つけるって大変だし難しいけど大事なんだなと思いますね。結構しっかりめにのせてあげてもいいかも。そしたら眉毛を描くような、こういう、これ姿勢どうかな、これどこだ、忘れちゃったんですけど、眉毛を描くようなこういうすっごい細い薄い斜めカットのブラシあると思うんですけど、それに今取った色を取って、目尻の際に入れていきます。ちょっと手の甲で粉っぽさを抑えてあげると塗りやすい。ここに入れます。黒目の目尻から黒目の始まりくらいまで入れてます。こんな感じ。そしたら先に涙袋の影を描いちゃいます。セザンヌの各二重アイライナー20番の影用グレージュっていうやつですね。いつも使ってるやつ。それで涙袋の線を描いていきます。ニコってして、これはあんまり涙袋を大きくしたいからって言って下目に描いちゃうと、顔のパーツが下がったような、ちょっとなんか若干年齢がプラスに見えるので、もともとのこの影の部分に描くのがおすすめです。一番濃くなるのが黒目の下と思って描くと自然かなと思います。で、涙袋を濃く描いちゃったかどうかの判断って鏡を見てやるのって難しいと思うんですよ。なのでそういう時は iPhone のノーマルのカメラでこう撮って、あ、濃いなとか、あ、こっちの方が薄いなとかっていうのを見てぼかしていきます。で、私は今カメラで見たら涙袋がちょっと濃く描きすぎちゃってたので、綿棒でこうぼかします。私は笑うと涙袋がクッと出るタイプなんですけど、笑わないと本当にほっぺりしちゃうので、笑ってない時でもあるような感じでちょっと薄く影を残します。なんかちょっとまだこっちの濃い。そしたらもう一回最初と同じこの左上のカラーを涙袋にのせます。線を描いてからだと涙袋のガイドができるので、そこにもう一回しっかりのせられます。あとのせてあげることによってさっき描いた線がちょっと自然に見えるのもあります。
で粘膜に色を入れていきます。フェイトのコンシャスライナーカラー05番ダスティーピンクを使って、これちょっとなんかヌーディーなピンク色のアイラインなんですけど、これをこの黒目の下に入れていきます。そうくね、この目のここ粘膜を自分で描いちゃうみたいな。そしたらこっちとこっちで目の開きがちょっと変わるの分かります？こっちの方がちょっと目がパッと開いた印象になるので、最近ハマってやってます。これ置き鏡の方がやりやすいです。本当はで、ついでにですが、私は離れ目なので、ここ目頭のここ毛小ひだっていうんですか、毛小ひだも私はあるので、ここにこの色のアイラインでくの字にこう入れてあげます。するとここはキュッと入るので、ぜひ離れ目の方真似してみてみてください。真似してみてみてください。真似してみてください。こんな感じで、できたら涙袋と黒目の上にラメを入れていきます。さっきのアイシャドウの左上のラメをチップでこう取って、一回手の甲とかにポンポンってオフして、目頭の先頭から黒目の下くらいまで全部に塗らないのがぷっくりして見えるポイントかなって思います。そして目頭を濃いめに置いて離れ目を解消します。こんな感じ。あとは指の腹にとって黒目の上で、これ目のここのギリギリじゃなくて、ちょっと離れたところ、目つぶって見えるくらいにラメを置いてあげると、目つぶった時にキラキラして可愛いんですって。余ったのは目頭側にこう持っていて、割と薄く見えるかもこのメイクは。でさっき使った眉毛用って言ってたブラシに、今度は右下の一番暗いカラーを取って、もう一度目の際を締めていきます。が締まるだけで結構印象変わるので、ぜひやってください。続いてアイラインいきます。アイラインはこちらセザンヌのジェルアイライナー30番ブラウン、こちらを使って粘膜を埋めていきます。全部に引いちゃうと結構重たくパッとした印象になっちゃうので、気になるここ近く見えるように目頭側のところと、目が大きく縦長に見えるように黒目の上、こっちの方がちょっと目が強い印象になる。こっちもやります。ほんと際を埋める感じであんまり太くしないのがポイントで、私みたいに二重幅の狭い人ってアイラインが太くなっちゃうと二重幅もすごい狭く見えちゃって、せっかくの二重幅が見えなくなっちゃうので、あんまり広めに描かないのをおすすめします。私は目尻のアイラインは描かないです。メイクさんにメイクしてもらうときは描いてもらうんですけど、自分では描かないです。次ほくろ描きます。セザンヌ極細アイライナー EX20番ブラウン、これで今ここにうっすら涙袋があるんですよ。私見えます？このほくろを濃く描き足します。大きくもせず小さくもせず、あるサイズをそのまま濃くする感じ。こことここのほくろがね、斜めになるんです。だからなんだって話なんですけど、はい、できました。そしたら今まつげパーマをしてるんですよ。まつげパーマをしてるのでビューラーしないんですけど、まつげパーマをしていなかったらビューラーをして、次マスカラをします。マスカラはロブ&のマスカラの L01番ブラックです。これ韓国語で書いてて読めないんですけど、これを塗っていきます。で私はマスカラマスカラ下地は塗らない派です。まあ、塗ってもいいんですけど、私まつげあんまり下がらないタイプなので、まつっぱしてるおかげもあってあんまり負担をかけないように塗らないです。そしたらまつげの根元に当てて、こうやってコスコスってしないでそのまま上に上げます。なぞる感じでマスカラをつけていきます。
私ここの毛が短いんです。今わかります？ここの毛が抜けちゃって今生えかけなので短くて、そういう毛にだけちょっとコスコスってやるとちゃんとほらロングになってくれるんです。このマスカラすごくて、これ麻生専門学校の学生さんがヘアメイクしてくれた時に教えてくれたマスカラだって多分前にも言ったと思うんですけど、本当によくて、このマスカラめちゃめちゃ伸びます。こっちがしてない方でこっちがした方全然違いません？なんかまつげが喜んでる、生き生きしてる。反対の目もやってます。こうやってちょっと隣の毛と絡み合いそうになっちゃったら、マスカラをこう縦に持ってこうやってやってあげると一本一本につく感じになって離れてくれるのでおすすめです。そしたらこっちももう一回重ねます。まつげはね、私はバチバチの方が可愛いって思ってるんです。アイシャドウとか他の部分がどんだけナチュラルでもマスカラをバチバチにしたい。だからマスカラって結構でも目が強い印象になりがちだから、マスカラで私はナチュラルメイクじゃなくしちゃってるんですけど、こんな感じバチバチじゃないですか。そしたら私下まつげはまつぱかけてないのでちょっとばらつきがあるんですけど、オペラのワイラッシュアドバンストっていうこの細いマスカラを使って、細いんです先が、多分プラザの購入品でやったのかな。この細いマスカラを使って下まつげを塗っていきます。鏡を上にやって上目遣いで毛にマスカラがついてんだかついてないんだかみたいな距離でマスカラをやっていきます。ついてんのかなついてないのかなってくらいまつげの毛先を狙うとまぶたにもつきにくいし目元が黒っぽくなりにくいんですよね。私結構今まで近い位置でやってたので根元に液がついてまぶたについてるわけじゃないのに暗く見えちゃうことが多くて、それが悩みだったので、離してやるようにしたらいい感じになりました。毛先にね液がついて毛先から伸びてくれるのでいい感じになります。マスカラ塗ってる時って本当に喋れない。こんな感じ、ここの中眼面が短縮されます。下まつげを伸ばすことによっていいね。今日調子いいですよ。ちょっと若干ねダマっぽくなりがちなところもあるので、なったら何でもいいです。これ100均のピュアグラムのやつなんですけど、固まる前にコームで溶かしちゃいます。上からやるのもいいんですけど、下からこうすくってあげる感じでやるとダマが取れやすいです。そしたら反対の面もやります。なんか本当に光の当たり方で全然見え方違うから、一番見えやすい位置に移動してやるのをおすすめします。今がベストです。はい、できた。次ハイライトとシェーディングを入れていきます。ハイライトはこうずっと鏡として使ってたロールメルシエのフェイスイルミネーターを使います。指にとって目と目の間一直線にやっちゃうと鼻が長くなるらしいので、ポイントポイントで入れていきます。目と目の間、鼻先、目頭、鎖骨じゃないよね、頬骨だ、頬骨の高い位置、唇の山のとこ、顎先に入れました。続いてシェーディング、もうちょっとで終わりますよ。シェーディングこちら、セザンヌのナチュラルマットシェーディング01番、ウォームトーン。ずっとこれですね。もうないもん、ほら底見えです。これこそ超底見え。これを斜めカットのブラシにちょん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 って取って、このちょうど底見えしてるありがたい部分でこう筆に粉を含ませて、離れ目さんは眉毛の眉頭とつないでここを一番濃くするように描くといいらしいですよ。なかった鼻筋がちょっと出現します。一番濃くなるように入れるんです。そしたらちょっと眉毛のね生えすぎな人みたいになっちゃうから、ちゃんとぼかします。ちゃんとぼかして粉を取って、鼻先、を細く見せて小鼻を潰します。そしたらシェーディングをぼかして、ぼけてます？濃い？じゃあもう一回鼻先にハイライトをのせておきます。で、次チーク。チークはセザンヌの新色でした。セザンヌのナチュラルチーク N17 番の何色って書いてたっけな、なんか黄色なんちゃらって書いてました。ごめんなさい曖昧で。いつものチークブラシ、イニスフリーのチークブラシなんですけど、ちょっと平べったいブラシに取ってのせていきます。で、私は低めの位置のチークが本当に壊滅的に似合わないので取って
ってずっとポンポンしたら鼻のこの引っ込んでる部分、鼻高い人はここ出てんのか、私ここ引っ込んでるんですよね。そこの引っ込んでる部分の始まりくらいから、あの斜め上にこう横長に広げていく感じ。危ないよこれ、チークは鏡見ないとさ濃くなっちゃうから。あら濃いもん。まあ光で飛ぶでしょって。ここから横に、そしたらちょっと入れすぎちゃったんで様子見でハンデを足します。リップ入れたら良くなるかな。一回リップ塗ります。これもセザンヌの新作でした。セザンヌウォータリーティントリップマットの M2 番ウォームオレンジ。これの私マットじゃない普通のやつはこれ全色持ってたんですよ。でもマットタイプが出たということでこれは買わねばと思って買ってきました。さっき毎日メイクとかやってさっき買ってきてんのでも最近はこれじゃなくてリカフロッシュのオレンジを使ってたのでこのオレンジを使います。めっちゃ乾燥するんですよねこの口周り。顔向けちゃう。口唇じゃなくて口周りが乾燥します。本当だ、マットだ。マットなんですけど、濃いサラサラだし、塗った感じが重たくないし、保湿っぽい感じを感じます。で、マットリップを塗ったのに、グロスを塗ります。意味ないの。この色が欲しかっただけなの。グロスは、リカフロッシュの、デンアントモイストの03番のクリアハニーですかね、でございます。で、最後、お顔にシェーディングを入れます。大きめの太めのブラシにノーズシャドウで使ったシェーディングのお粉を使って顔を小さくしていきます。いらない部分を全部消しましょう。まずこのエラの部分でしょ。顎が長いので顎のとこ、頬骨いらないから頬骨全部ですね。はい、ちょっと涙袋足していいかも。ごめんなさいね、ちょびっと涙袋足しますね。各二重ライナーで線を描きますね。はい、ということでちょこっとこれからの秋を意識した毎日メイクの完成です。最近ねアクセサリーがねゴールド系になったんです。まあ推し活なんですけど、これは宇野美沙子さんのラバンダで、これもね、これは佐藤のあちゃんのメルシーナなんですけど、ゴールド系のアクセサリーをつけることが増えたのでオレンジメイクとの相性も良くてすごい個人的にお気に入りです。はい、ということで久しぶりに毎日メイクを撮ってみたんですけどいかがでしたか。オレンジメイクも久々かも。なんかピンクメイクばっかりやってた気がするのでオレンジブラウンのメイクを久々にしてみました。ぜひこれからの秋に参考にしてみていただけたら嬉しいです。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。